こんにちは。はい、今日の動画はこちらです。ハットを買ってきました。今日は、ステッドソンのハット2つになりますんで、こちらを、開封しながらお話していこうと思います。じゃあ早速開けていきたいと思います。で、こっちのねモデルはちょっとレアな個体というか、販売されてないモデルをちょっとどうにしても、ということでお願いして購入させていただきました。1点目はねこちらのねハットになります。オープンクラウンのラビットで、リボンだったりとかもちょっと同色系のもの、ちょっと光沢がある感じの、リボンが使われております。で、これもオープンクラウンなので、これみたいにね、自分で形をつけていって、好きな、高さだったり形にね、自分仕様に変えていくものなんですけど、これはですね、以前紹介した少し焦がしの入ったものを自分でちょっとアレンジしてヴィンテージっぽくとかっていう動画をねやったことがあるんですけど、ステッドソンの帽子で、それはもう型をつけて焦がしをつけた状態で販売されてた商品なんですけど、それの型を作る前で焦がしも入れてない状態のプレーンなもの、まあ僕もあのステッドソン何個か買ってきたんで、オープンクラウンを自分でこう片付けてかぶるっていうのは、何色か持ってるんですけど、それを潰さずにこの丸く若干ボーラーハットっぽくかぶりたいなと思って、で、カラーリングっていうところで、これのねカラーがすごくね好きだったんで、あれはちゃんとこう製品になるその型をつけて焦がしを入れた状態で、品番っていうのがついてたんで、これはもう品番がない状態のものなんですよね。サンプルとも違うんですけど、販売する前提の状態じゃないというかねっていうのをちょっと、見つけてもらって購入させていただきました。なのでこれはかなり、レアな個体だと思います。だからこれがいいなと思ってもこれと同じものを買えるわけじゃないんですけど、要はオープンクラウンでこのね丸い状態っていうのはいろいろねステッドソンも形であるので、そういうのでね代わりのものとして見つけることはできるかなと思います。じゃあちょっと被っていきましょう。はい、被るとねこんな感じです。もちろんねこれオープンクラウンで形をつける前提なのでちょっと高さもあったりするんですけど、なんかこの高さと丸みの感じがすごくちょうどいいなと思ってて、でそれこそボーラーハットで探すとあんまりこう自分のイメージのものが見つからず、やっぱ黒が多いのと、あと丸みも結構丸いで、ブリムもそんなに広くないっていうのが、多く見つけたかなといった印象だったので、なんかイメージ通りではなかったんですよね。なんでボーラーで探すよりはもうオープンクラウンのハットを潰さず被りたいなということで、もうそういう前提でもう後もつけずに被っていこうと思います。飽きたら潰してもいいですし、そういう意味ではちょっと2ウェイ的な楽しみもできるかなと思います。こういうのはもちろんもうこれがかっこいいと思ってこれをやる前提で買ってるので、もう初日からね形をつけてたりするんですけど、こういうイメージだとこう折ってるスタイルよりはちょっとキザっぽさが少なくてカジュアルっぽい、若干可愛らしさも出るし、元はこのね同じ形だったとしても、雰囲気がかなり変わると思うので、フェドラーハット何個か持ってたりするとちょっとパターンとしては、楽しいのかなと思います。オープンクラウンとして、自分でこう形を作ってくださいねみたいな状態で販売してるハットっていうのはそんなに多くはないので、もしかしたら花からボーラー探す方が安いのかもしれないですけどで、色のバリエーションとかこう素材感とかはやっぱり、僕すごくステッドソン好きなので、ステッドソンでねこのタイプ被れるのすごく嬉しいです。これはステッドソニアですけど、ウィペットとかでも潰さなければこういうね雰囲気の状態なんで、そういう楽しみ方もほとんどねする人はいないのかもしれないですけど、
こういうタイプも持っててちょっと違う雰囲気もってなった時にはすごくね印象変わって楽しいんじゃないかなとは思います。まあただ素材もラビットなんで、どうしても時期的にはもうこっから暖かくなるとなかなかもうかぶれないですけど、まあ次の秋冬か、まだ若干肌寒い日があったりするんでそういう時にちょっとかぶろうかなとは思ってます。ではもう1点目も開けていきましょう。はい、2点目のハットはこちらです。これもねステッドソンの帽子でパナマハットですね。パナマハットのこの中にねこう筋の入ったオプティモという形のパナマハットになります。去年もステッドソンでねこのパナマ買ったんですけど、まあ、これも被ってますし、ただちょっと迷ってたのが去年から迷ってたのがこちらのモデル で僕パナマを持ってなかったのでその時にだからまあ最初はちょっとベーシックなこういうスタイルのものがいいかなと思って買ったんですけど、やっぱりちょっと買わなかったこっちも気になってて、でまあこういうタイプ探してたっていうのともリンクするんですけど、あんまりこうキザな感じに見えないハットの被り方の方が若干今の自分の気分かなというところで、あとは持ってる帽子とのバリエーションの変化もつけたかったのもあったんで、去年被っても見てたんでかっこいいなとはその時からね思ってましたし、ちょっとやっぱり欲しいなということで、こちらを買いに行きました。これは現行でね出てるものなので、あの購入することはできるものです。で2色出てて、こっちはブリーチって言って白くね色を抜いてる方です。でもう一個ナチュラルっていうものがあって、よりこう素材の色を楽しめるカラーがあるので、おすすめはねやっぱりナチュラルの方をおすすめされたんですけど、まあ、ナチュラルのカラーだと結構ソフトな印象になるのでそれはそれでかっこいいんですけど、まあ、被り比べてやっぱり僕はブリーチの方が、しっくりくるなということで、このねブリーチのホワイトのタイプを買ってきました。まあこっちの形は明確にこうね四角くしてあって、ただカンカン帽とかと比べるとやっぱ高さもありますし、このまあセンターの筋のところのポイントもあったりとかして結構個性的というか、それこそこうパナマたくさん買ったりしたことがある人とかはパターンバリエーションとしてこういうのをねこのオプティモタイプを購入されたことがある方もいらっしゃるでしょうし、まあなかなか1個目で挑戦するには勇気がいるというか、まあベーシックっぽい形があればよりそっちの方がね優先度が高くなりそうな気もするんですけど、で僕はカンカン帽をやっぱりちょっとまだ被る勇気がなかったりするんですけど、これぐらいの感じだったら被りやすいなということで、まあ俗に言うこう中折れハットみたいな形ではないので、まあ、ベーシックとは少しずれますけど、そのお感じもねすごくいいなと思って、まあ、去年買ったやつもね結構被りましたし、白いハットって結構浮きそうな感じがするんですけどそんなことなくて、もうどんなスタイルにもね、まあ夏はやっぱり T シャツばっかりになるんでそういうスタイルにはすごくこうちょうど良かったなということでね、この夏はねヘビロテするんじゃないでしょうか。まあ、なんかこのね真ん中の筋は折れ目というか、なんか折りたたんでこう運搬する時用の、跡だったりそういうのをこう表現したデザインらしいんですけど、まあ、このちょっとしたところがポイントになってたりとか、まあ、フラットよりは若干山なりになるのでバランスも真っ平よりは僕の中では取りやすいなと思っております。まあ、今ねこう同時に購入した2点を見てもらって分かる通り、まあ、少しこういうタイプから違うのを被りたいなっていう気分なんだろうなっていうのがすごくね分かりやすく出た買い物だったなと思います。まあ、もちろんいろんなものをね被っていくので、急にこっちばっかりになるってことはないんでしょうけど、まあ、なんかカラーバリエーションを増やしていくっていうよりはガラッとねちょっと違うキャラクターの帽子を購入したかなというところで、すごくこれから被るのも楽しみです。まあ、僕も YouTube でこうステトソンの動画何本かやってますけど、まあやっぱり被る人がね今そんなに多くはないと思うんですよ正直。まあファッションもストリート主軸ですし、まあ、キャップとか、まあバケットハットとかああいうスタイルの帽子は多いんですけど、カジュアルなねこういうハット、まあ、ロングブリムのものとか、まあ、大きな流行りからはちょっと時間が経ってるので、どうしてもスニーカーとか他のねアイテムよりはちょっと人は選ぶというか、
僕も今ねそういうの探してるんですよって共感する人が多くはないのかもしれないですけど、でもやっぱりね僕はすごくこうハット好きなので、なんかまあこういうタイプはちょっと共感してくれる人はね、それこそさらに少なくはなるのかもしれないですけど、まあこういう結構ねハイクラウンのハットとかロングブリムのものとか、やっぱりちょっとこうファッションの演出としてはすごくこう特別なものだと思うので、こういうのはね特にこう食わず嫌いが出るアイテムだと思うので、まあなんかねどっかで試す機会があったり友達が持ってたりとか すればちょっとね被らせてもらったりするとなんかねすごく幅も広がるんじゃないかなと思ってます。で今回、このねお買い物するタイミングで去年ね発売したんですけど、モールスキンのね素材のベレー帽、ザ・ファクトリーメイドっていうブランドと一緒に、やらせてもらって、でそのブランドのディレクションが僕の同級生がやってるのでという経緯でね、一緒にこうプロダクトを This is というシリーズでね始めたんですけど、今回もちょっとその打ち合わせ込みでやってきました。まあ、なのでどっちかというとこう自分の買い物は、おまけではあったんですけど、去年のベレーに続きまたちょっと、違う展開も見せていけれたらいいなという話をしてきたので、まあ細かい発表はもう少しね先になっちゃうかもしれないですけど、まあ皆さんがちょっとでもね興味を持っていただけるような、ミーティングをね重ねてますので、そちらも楽しみにお待ちください。はい、ということで今日はステトソンのねハットを2点紹介させていただきました。今日もありがとうございました。